天気予報をお伝えします。大阪は夜景がしっとりモヤがかかっています。雨が降って湿度は90%を超えているんですね。明日の天気のポイント、天気ライオンちゃんです。 はい土日はまた雨が降るんですが明日は一旦天気が回復しそうです詳しく見ていきましょうまずこの時間の雨雲の様子なんですが北部を中心に首都市と雨が降っていて京阪神にも雨雲がかかっていますこれからの天気の移り変わりです まだ今夜は雨が降るでしょうただ日付が変わると雨の範囲どんどん狭くなって雨が上がっていきそうですね早朝にかけて北部で雨の残るところはありますが日中は大きな崩れはなさそうです京阪神など中部を中心にお昼頃から晴れるでしょう各地の天気と気温です明日は晴れ間が戻ってくるでしょう 気温は今日より高めです最低気温5度を下回るところはほとんどなくて最高気温はだいたい13度くらいの予想です北風が吹くのは吹くんですけども日差しのぬくもりを感じられそうですただ土日はまた天気が崩れます本州の南を低気圧が通過する影響でもう土曜日の午前中から雨近畿は日曜日にかけて大きめの傘の出番となりそうで、石川県の北陸でも雨足が強まって 土砂災害の危険度は高まる恐れがありますまた関東甲信地方は山沿いで降るものは雪になりまして大雪警報が発表される可能性があります週末東京方面へ出かけられるという方は最新の気象情報そして交通情報に注意をしながらお過ごしください近畿の週間予報です 来週は冬将軍が本気モードとなりそうです。特に水曜日頃は雨、え雪やえが降りまして寒さが一層厳しくなりそうです。最後に洗濯情報です。はい、三角というところが多いんですが、まずまずの洗濯日より土日は雨が降るでしょう。以上天気予報をお伝えしました。来週はこたつでみかんがより美味しく感じられそうです。